お疲れ様でした。暗転しますのでしばしお待ちくださいませ。しのがった
はい、けけけけけれの運動。あ、疲れた。はい、体操体操みんな元気に体操しました。あ、オープニングから体操でした。大変でした。いや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 。はい、お待たせいたしました。剛のカルチャー話です。石岡のご沙汰でした。はい、そして今日も、スペシャルサンクス乾さん感謝ありがとうというわけで、はい、もうぐったりですね、乾さんね、はい、ありがとうございます。証拠にもなくなんか凝ったオープニングをやっておりますが、はい、これもそれもこれも、退屈しない楽しい放送をしたいがためでございますと言いながら自分が一番、本人が一番楽しんでるんですけどね。はい、さあ、いつもこんなオープニングをするから、何から喋っていいのやらですが、はい、大丈夫ですかね、いつもの通り。はい、乾さん、お声の方、あ、お願いします。お声の方も大丈夫ですか。大丈夫ですかね。はい、ちょっととりあえず一息つきたいというのが本音ですよ。番組始まったばっかりではそんなこと言ってられませんね。はい、というか今回のオープニングはちょっとシュールすぎましたね。はい、ということで、よろしいですかね。はい、なんかやりっぱなしでさてどうしたもんかみたいなそんなテンションになっておりますが、とりあえず今週は、そうそう、先週ね、としちゃん感激としちゃん感激みたいな感じでマカロニほうれん草特集を、もう個人的な思いで爆発したマカロニほうれん草特集をやりまして、なんか幸いのことにたくさんね、たくさんのコメントが来て盛り上がりました。ありがとうございました。はい、先週は良かったな。帰り気な私、終わってから、放送終わってから帰りしない自分がすごく上機嫌でしたはい、やっぱり自分が好きなことをいっぱい語って共有できるっていいですねっていう、はい、とことん自己満足な番組でございますけれども申し訳ございません。でも楽しみにしてくださってるあなた、はい、今回もなんとオープニングからね、いつも以上に、たくさんの方が見に来てくださいました。ありがとうございました。はい、イネさんまた第3弾やらなきゃね、これはね。はい、うなずいてくれてます、ありがとうございます。はい、というわけで、実は今日はマカロニほうれん草の話がね、先週でちょっと私も、物足りなかったものですから少しだけ今日歩行をやりたいなと思います。というかまあほとんど先週で全部言っちゃったんです。まあ言っちゃったんですけれどもね、昨日先週の番組放送してコメントいろいろいただいたりとかねして、また新たな発見とかがありましたので、そういうのを含めるとなんか、もう一回ね、鉄が熱いうちに打っとかないとなというか、まあはい、いうことで引き続き今週も少しだけオープニングでしたいかなと思っております。はい、どうもいつも始まったばっかりですぐは落ち着かないんでね、はい、ちょっとしばらく挙動欲しいなんですけどね。はいはい、今日はセンター分けでござる。はい、おこんなもんかな。ちょっと落ち着いて、じゃあまあぼちぼち行きましょうかね。はい、あ、そうそうそう、オープニング一応ネタはあるんですけどね、一応今日は体操じゃなくてですね、オリンピックのお話がちょっと出てくるので、ああいうオリンピック映像ネタでございました。はい、ズバリ、オリンピックです。オリンピックと違う。はいはい、ありがとうございます。一人で喋るとなかなか辛いね、辛いもんがあるね。どうしようかなコメント皆さん助けてください、お願いします。はい、いいか、まあいつもの通りね、マイペースで話していけばいいんでしょうけどね。はい、なんかいつも以上に今日は落ち着かないですね。はい、例外のせい。はい、というわけで、まあまあまあ、今日はでもね、いつもより長く時間を取ってますので、たっぷりお話しできればなと思っております。まあ大丈夫かな？なんかこのまま始めて大丈夫かな？みたいな。はい。
声も通ってますよね、結構ね。はい、大丈夫ですね。はい。というわけでもやっちゃうよ。と思ったら、そうか。パソコンをつなぎ直さないといけないんだな。そうか、そうだったのか。どうしよう。これはどうしようもないな。もうしばらくお待ちください。はい。不手際で申し訳ございません。接続を変えたんでね。あ、乾さんが登場。あ、お願いします。それを、じゃあその間ちょっと喋っておきます。それを、はい、すいません。今日はね、プロジェクターというのを使いまして、実はこのスタジオには、標準でね、ビアーズ奈良スタジオです。皆さん。はい。ここはどこでしょう？奈良市の、近鉄奈良駅がすぐ近くにあるスタジオなんですけどね、素晴らしいことに、設備が充実しておりまして、はい。スタジオというだけあってね、写真とかも撮れますし、で、プロジェクターが常備されてますので、今回はそのプロジェクター使わせてもらいましてね、映像を投射してたんです。で、前やった時は、あ、来ましたね。はい、ありがとうございます。前やった時はね、なんでしょう、カメラに実際にこう指をぴょってやってたんですけれどもね、はい、今回はちょっと映像にして30ぐらい、20、30の、仕掛けにしてやろうという、目論みだったんですけども、ちょっとやりすぎてわけわかんなくなってしまったかなという、反省もなくはなくでございますが、はいはい、そうなんです。ちなみにディアーズ奈良スタジオですが、こちら奈良のスタジオからお送りしております。月曜日は剛のカルチャー話です。はい、あとその以外にもね、毎回楽しい番組がたくさんございます。はい、そういえばね、すごいですね、エスラジさんってね、ユニーさん、劇団奈良で活躍するね、劇団さんが、演劇情報を流してる番組なんですけれども、まあ、すごい番組が凝ってましてね、ちらっと見ましたら、冬なんでここにこたつがあったりとかね、で、後ろに窓があったりとかね、ここね、はい、そんな可愛らしい演出なんかされてましてね、はい、内容も濃くて、MC も元気いっぱいってね、私もちょっと見習わないといけないなと思いながら、はい、やっております。さあ、というところで、はい、またディアズナラスの他の番組もね、よろしくお願いします。はい、お、大丈夫ですね。はい、ではでは、今日ですけれどもね、はい、星の林ね、月の船ってことで、はい、用意ができたら Here we go ってことで、はい、今日は、ラップをする余裕がございませんが、はい、あ、コメントありがとうございます。初見さんですね。はい、ありがとうございます。何でしょうね、とっても恐縮ですけれども、はい、私が自分の趣味を今日もひたすら語るだけの番組ですが、まあよろしければゆっくりしていてください。はい、このノリに慣れてきたらそれなりに中毒性はあるんじゃないかと思うんですが、ユネさんも席ばっかりしないでよ、ほんまに。もう聞こえ、喋りにくいってば、ふんす、はい、わけわからへん、すいません。はい、オープニングは、西川進さん、ギタリスト西川進さんの、楽曲を使わせていただいております。はい、フォースアルバム奇跡のかけらでございます。はい、今日のお題は、じゃあな、今日のメニューから、今日、はい、ご紹介したいと思います。今日はもう早速、そうそう、マカロニほうれん草という漫画がございましてね、はい、70年代後半のチャンピオンで連載されていた、はい、伝説の漫画なんですけれども、こちらがですね、大変面白くて、私ね、当時小学校低学年だったんですけれどもね、まあ大変すごい悪すごい影響を受けまして、はい、失礼、噛みました、はい噛みまみたみたいなね、はい、なんて話を脱線したな、すごい影響を受けましてね、で、自分のその影響が受けたことを掘り返しつつ、先週の話ですけど、ね、特集をしたんです。はい、で、まあ、知らない人にもね、若い平成生まれの人たちにもこんな漫画があったんだっていうのを紹介したいなということで、先週、ご紹介しました。それの今日はちょっと続きで、はい、この絵も少しバージョンアップしました、パワーアップしましたよ。はい、というわけでこれが、最初のお話でございます。はい、まあ、こちらおまけなのでね、はい、まあ、先週見に来てくださった方、今日も来てくださったら嬉しいなと思いながらですね、はい、待っております。はい、そしてですね、
お、なんか反応が。どっちで見たらいいのかな。はい、で失礼しました。はい、でね、今日のメインはこちらです。映画、レニ・リーフェンシュタールという、はい、これドイツの、映画監督さんなんですけれども、実はこの方も私大変、影響を受けたというか、まあすごいなという、はい、私もいろんな人を見てき、いろんなアーティストというかね、クリエイター、まあ、アーティスト表現者を見てきましたけど、こんなすごい人はなかなか他にはいないってぐらい飛び抜けてすごい方なんで、すごい衝撃を受けました。この衝撃を皆さんに伝えたいという、思いがずっとありましてね、結構いろんなところで取り上げたりしてるんですけどもね、ついにこの番組でも満を持して取り上げたいと思います。はい、どういう方かと言いますと、ですね、いつぐらいに生きた方かというと21世紀丸ごと生きた方です。はい、なんですよ。ですから、ドイツなんですけどね、ドイツ帝国の時代に生まれて、でいわゆるナチスドイツの時代を生き抜いて、で戦後も、まあ、ずっと、活動されてたんですけど、まあすごい一言では語りきれないすごい体験をしてはる方なんですね。はい、で私的にはこの21世紀最強の女性なんじゃないかなというぐらい、いろんな武勇伝をお持ちの方なんでね、はい、まあ、まあ映画監督なんですけれどもね、はい、まあ、映画のとしてもすごいんですけども、なんか生き様というか人がすごいなというところで、はい、こんなお話を今日はメリメリモリモリ最後にしたいと思っております。はい、また詳しくはもうちょっと後で、うん、はい、こんな紹介でいいかな。はい、で、それからですね、またいつもの通り、獅子舞ガールの続編が、乾さん見て見て、はい、また書いてきたよ、書いてはないけど見える、はい番組中に乾さんに振るという、はい、まあ、あんまり進化してないんですけどね、先週のやつをさらに漫画チックにしたというか、はい、あ、受けてる受けてる受け取る受け取る、二等身、はい、そうです、はい、いい感じでしょこっちの方がとか言ってだんだん人間離れしていってますけどね、はい、二等身キャラにしました。はい、これなかなか、でもまあまあまあ今時風を頑張って目指しましたんでね、こんなんとかね、はい、また獅子舞メイク考えなね、はい、やろうと思ってるんですけど、なかなか、すぐにはね、いや大丈夫大丈夫、メイクやりますよ、はい、乾さんの声は放送に入ってないんで、ちゃんと拾わないと、メイク考えないとね、はい、次考えます。はい、またもしお時間最後余ったら乾さん登場いただきまして、これの感想を聞きたいと思います、ということで、いつも そのパターンですけどね、はい、あれ、ではでは、今から私の長い長いオープニングトークでございますこっからかいみたいなね、はい、花もゆのお話をしたいなと思っておりまして、はい、ちょっと、番組的にね、このお話をしてるときはこの、何でしょうね、まあ、絵を作るようにしてるんですよ。後でアーカイブ見たりするときもね、私の番組話題がすごく多いので、この画像が映ってる間はこの話題をしてるというような目印になるような絵をなるべく入れるようにしてるんですが、オープニングトークはおまけだったんですけれども、なんかだんだん定番になってきたんで、ちょっと作ってみましたということで、はい、これ花もゆですね。この番組ね、歴史のお話とアニメのお話を、はい、枠で入れております。というわけで、今のところ歴史のお話は花もゆという国民的大河ドラマの感想をお話などを毎週述べておりますということで、今日はいつもより、丁寧に喋っております。はい、はい、ということで、今週はね、見れましたよ、虎次郎さん野山獄というところに入れられましたけれどもね、はい、虎次郎さんと言いますと、はい、まあ、なんて言うんですかね、でも私吉田松陰さんの、野山獄のエピソードはすごく好きですね。昔はなんて素晴らしいんだろうと思いましたけどね、まあ政治犯なんでね、別に悪いことしたわけじゃないんですけれどもね、野山獄に入ってる人たちっていうのは、
まあ、牢獄にいられても勉強する心を忘れないで、でお互いにあーっと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 言っちゃうとネタバレになるからちょっと自重しましょうか。結構いいですよ、このエピソードはね。はい、そうですそうです。はい、まあ虎次郎さんしばらくね野山獄に入ることになりますけれども、はい。でこのドラマのいいところはあれですよね、そういう吉田松陰さんアゲンのエピソードばっかりじゃなくてね、家族や周りの人を、巻き込んで迷惑をかけてるっていうところもきちんと描いてるところがまあまあ、逆に、いいかなと思いましたね。はい、そして、女性陣はすごく優しいですね、やっぱりね。金子くんの、ね、ちょっと残念なことになりましたけれども、お母さん金子くんのお母さんとかねかわいそうでしたけれども、お母さんをねフォローする妹のね主人公ヒロインふみさんとかね、はい、やっぱ女性はこうでないとねっていう、はい、まあ、男性が、まあ、幕末男子が突っ走ってね、いろんなとこに迷惑をかけるから、その後つくろいというかね、フォローを家族のものとかね、特に妹とかね、女性パワーですよね、これはね、がこう、フォローするという、はい、なんかそういう視点がえらい大河ドラマにして珍しいなというかね。やっぱ大河ドラマって基本的には幕末もなんか特に獅子がカンカンになって突っ走るようなストーリーを想像しがちなんですけれども、今回はなんか朝ドラかと思いましたけどね。はい、特にお母さんが出てきたらね、まさに朝ドラの人だったんで、はい、なんか例みたいな朝ドラ回と思ったんですが、それもそのはずで、なんと脚本を担当している方がNHK 連続テレビ小説ピアノの脚本を担当した方ということで、もう一人がなんかフジテレビのドラマなどの、まあ、脚本などを書かれていた2人の、脚本家が、今回花もゆを担当しておりまして、まあ、2人とも女性だと、はい、まあ、若手とちょっと、ベテランみたいなコンビらしいんですけれどもね、はい、改めて今回調べましたら、道理で朝ドラっぽいっていうか、まあ、女性目線の大河ドラマになってるんだなというのはちょっと納得したところなんですけれども、はい、でも僕、私この辺の基本情報をすっ飛ばしてましてね、はい、改めてこのもゆるんさん、もゆるんを調べるために見てみたら、キャッチコピーがありましてね、幕末版男はつらいやほんまかいな、ほんまかいやって、そのオフィシャルで言うてたんやなと思ってびっくりしましたけどね、はい、イケメン大河、セクシー大河、幕末男子の育て方とかね、はい、学園ドラマ、ホームドラマであるとプロデューサーが言ってるっていうことらしいですが、そう、元からそういうコンセプトだったんですねっていう、はい、やっとこの回になって知りましたけど、道理で私の周りのいわゆる歴史クラスターの人たちの反応がいまいちだなと思ってたんですけども、そういうことだったんですね、はい、なんかもう、はい、早々と来年の大河期待しますみたいなねことも言ってる方もいらっしゃってね、なんでだろうと思ってた、そういうことかという、はい、ことでございました。はい、まあ、今日は今週はそんな感じですかね。はい、そして、もう一つねアニメのお話をしてるんですけどもね、はい、白箱面白くなってきましたね本当に。はい、今週は先週見れなかったんで2週連続で見たんですけれども、やっぱり来ましたね、変な話フラグね、来たね、もう変な話やばかったなあれね、こんな絵でいいんですかいの回だけど、いやー来るかな思ってたんですけど、ちゃぶ台返しがね、変な話の出版社の人が、まあ、こいつ絶対やばいな、絶対やばいなと思ってて、絶対これ来るなと思ってたね、今風に、まあ、フラグを回収するってですよね、原作者から、注文が入ってきて、このキャラは気に入らないんで書き直してくださいみたいなね、はい、来ましたね、ちゃぶ台返し、いやきつい話でした。はい、いやね、先週の話ですこれ、はい、先週というか、まあ関西では土曜日にやってるんでね、はい、まあ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 でも大変ですね、こういうことはでもまあ仕事してたらね何でもよくあることなんですけれども、はい、それにしてもアニメ見ててマジでお腹が痛くなりましたよねえ、本当にすごいリアルな話でした。はい、キャラデザインの井口さんが悩む回だなと思ってたんですが、案外と目立ってたのはゴスロリ様でありまして、はい、ゴスロリ様いいですねすごくね、はい、小笠原さんっていうアニメーターのトップを、は
はい、武蔵野アニメーションの、何でしょう、看板アニメーターということらしいんですけど、ゴスロリ様の過去が、はい、語られましたけれども、はい、あの人いいですね、すごくね、ああいうなんかプロ意識があって、はい、でちょっとこう、ちょっとこう、なんでしょうね、物足りなさというかね、そういうところが、何言ってるか、なっとるかなという気がしますけど、バッティングセンターに行きまして、はい、後輩の井口さんをね、何でしょう、慰めるためというかね、はい、バッティングセンター行きまして、まあ、いろんなネタが出てまいりましたけれどもね、見ました、皆さん。はい、私はね、あれはまあ、いろんなネタが入ってるみたいですね、後でね、ツイートで見たらね、私、あれはドリームボールですわ、はい、野球教の歌ですね、古い、古すぎるみたいな、ちゃんとそういう古い人にもアピールするネタを入れてきたりとかね、はい、あと、宮森さんがイデポン装着とかね、はい、ああいう、こう、古いネタが満載になってると、ちょっと今時のアニメっぽくなってきましたね、白箱もね。はい、なんか最初もっと真面目で地味なイメージだったんですけれど、ここに来てちょっと弾けてきたかなみたいなね感じが、はい、しますが、はい、まあ変な話ですが、はい、でですね、私なぜか監督がだんだん好きになってきましたね、あの人ね、何監督でしたっけ、ん、あら、でニコニコ生放送の皆様がめちゃくちゃ人が来てるような気がするんですが、気のせいですかね、壊れた、びっくり今、イネイさん、これどういうことですかね、びっくりですね、なんでやろう、まあまあいいや、はい、ですね、監督が結構私なぜか変な話好きになりましてね、いやー普通の人なんですけどね、別にいい人でも何でもないとか言ってあれなんですけど、なんでしょう、打ち合わせね、会議の連続で先週こんな絵でいいんですかの会の時ね、あれアニメ監督の仕事がすごくよくわかるエピソードでしたね、はい、なんでしょうね、いろんな立場の人に会ってね、音響さんに会ってこう意向を伝えたりとかね、声優さんも選び、あと、まあ、背景の人にはまあ背景の人、あなたの背景が主役ですとかね、いろんなところを一生懸命持ち上げながらね、はい、でもあれは本心から言ってるって言ってるけど、まあ多分そうなんだろうなという気がしますね、なんかそういうことを本心で言えるようなタイプの人だから監督なんだろうなというような気はしたんですけどもね、はい、まあ、あえてね、人たらしじゃなくてね、はい、なんかそういう素直なね、お人よしな感じのする人だなというところに、なんとなく好感が持てるような持てないようなね、変な話ですけどね、はい、まあそれはともかくですね、そうそう、アニメ監督のね、仕事っていうのはね、昔某監督さんが面白いふうに例えてましてね、監督業っていうのは皿回しみたいなもんだと、はい、皿回しっていうのはつまり、まあ、ここの部署でね、まあ、動画班とか、まあ、本当にいろんな専門職が一斉に動いて働いてるのがアニメの現場なんで、まあ、監督はそこをいろんなところに出かけていって、ね、ちょっと皿をこう上手に回すと、くる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 と、で皿がちょっと回るって不安定になってきたらそこに行って直して回すみたいな、で全体がうまく回っていくのをこう監督するのは監督の仕事だみたいなね、はい、まあ分かりやすい例えだったなと思うんですけどね、はい、でも、まあ、その監督すごい方なんですけどね、すごい方なんですけども、自分のことはそういうふうに、何でしょう、あまり偉そうぶらずに言うような方なんです、あえてそういう過小表現をされてるんだなと思うんですけどもね、はい、というような話をダダダダダダッとしておりますが、はい、まあ、それはともかくですね、エンジェルダンスって何でしょうね、ちょっと気になりましたけど、いや探してみたんですけど、本当にあるわけじゃないんで、あれも創作なんですかね、アニメのね、エンゼルダンスちょっとやってみたいなという、なんかダンス踊った後幸せになれるらしいですよ。我々もオープニングで踊りました。あ、犬井さん踊ってます、踊ってます。これ映してあげたいな。はい。ね、エンジェルダンス。というか、この番組もオープニングでちょっとそろそろ踊ってみたにチャレンジしてみようかなと。いつかね。はい。今日のオープニングみたいにシュールなんやらそっちの方がいいかもしれないなとか思いながら、はい、ダダダダってお話をしておりますが、じゃあまあね、まあ、とりあえず白箱は本当に面白くなってきたんで、これから盛り上がっていきたいなと思ってこんな絵も描いてみました、はい、ちょっと怖いかな
ところでもう一つのね、あのフラグがもう一つ立ってますよね。あの声優さんが大抜擢されるんじゃないかなというようなフラグが立ってますのでね、はい、そちらも期待したいと思います。なんかエンディングがどうもエンディングでキャラが少しずつ増えていきそうなね、今前振りが出てましたんでね、っていうか分かりにくい話をダダダダダとか見てる人しか分からないお話でね、申し訳ないですが、はい、本当話下手でごめんなさい。はい、ということで、オープニングトークはこんな感じでございます。はい、どれぐらいだった、あ、まあ大体いつもこんなぐらいですよね。っていうか100人超えたんですけど大丈夫ですか、なんで、いやニコ生さんが本当、いやなんかの街壊れてるんかな、いや初というかなんか逆に怖いですね。ちょっと話題を変えましょう。続けて、いや多分違うと思います、理由はなんか違うと思います。はい、アニメの話は今日はこれで終わりです。あとは漫画の話に行きます。いや多分喜べない事態だと思いますが、はい、星の林に月の船でございます。おう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 、ありがとうございます。はい、マカロニほうれん草の話をするんですけどね、はい、というわけで、つよしのカルチャー話です。なんかたくさんいらっしゃってるんで、多分もうさっと後ろが引くように、ああ失礼しました、落ち着いていけ俺。いつもね少人数で本当に少人数でゆったりゆったりやってるような普段がね、なんでちょっとビビりました今どうしようみたいな、すいませんビビりなんですよちょっといつものペースであんまりビビらさないでください、ね、はい、星の林に月の船、つよしのカルチャー話です。私が、個人的に面白いと思うネタをひたすら喋り続ける番組でございます。ご視聴はディアーズなら、ディアーズなら、スタジオ、チャンネルですね、ディアーズならチャンネルです。ユーストリームおよびニコニコ生放送で毎週月曜日、9時から、アンテール、ステール、ビンナイトまでやっておりますが、今日は一応2時間抑えてますので、のんびりしたいなと思ったら、そんだけ話が長いんですが、はい、まだなんか増えてますが、はい、皆さんよろしければ絡みにくいと思いますが、初見の方もコメントよろしくお願いいたします。はい、私つよしは MC つよし、歴史を、なんだやめとこはい、どういうことやろうね、はいはい、歴史を掘り起こしてデーグみたいなね、未来を探ってアニメメオみたいな、はい、俺ただのアニメオタークでもこの番組で君にアタックてなことで、はい、やけくそになってきてますがはい、マカロニほうれん草でございます。わー、あ、間違えた、落ち着け俺はい、ということで、はい、先週のお話の続きでございます。70年、オープニングで言ったかいいかな、はい、よかったらね、こういう漫画があるんで、チャンピオンです。今でもチャンピオンコミックスで売ってるみたいですけどね、作品自体は、1970年後半に、はい、時代で言うとガキデカとか、ドカベンとか、あと何だっけな、ブラックジャックとかと、まあ、それがリアルタイムで連載してた頃にされていた漫画なんですけれども、まあ、すごく斬新な、はい、漫画でございました。というわけで私も大変な悪影響を受けておりまして、その凄さを伝道したいなという、はい、エヴァンジェリストな気持ちでこの特集を先週やりましたので、よろしければアーカイブを、はい、タイムシフト視聴終わっちゃったんでね、またニコニコ、ディアーズならのね、アーカイブが上がりますので、よろしければご覧ください。はい、この話をしてていいんかな、ちょっとチェックしましょうね、4分の2、はいはい、犬井さんどうしよういや多分もう多分いつも通りやって大丈夫やと思うよ。はい、え、
結構ね、え、いきなり100超えてました？何があったんですかね。え、あのさっきの映像ですか。すいません、今ちょっとこちらの話ですが、え、あのオープニングの映像、あれが、ああ、あれのおかげか。そんなことないよな。いや、すいません、独り言で番組中に申し訳ございません。いや、何しようとしたんかな、何しようとしたのかな。はい、先週放送した時にね、あのマカロニほうれん草を一緒に見ていたというようなね、同世代の方が来られましてね、あの来てくださいまして、いっぱいコメントいただきましてね、あの大変盛り上がりました。私もあのすごく嬉しかったです。はい、やっぱいいですね、こういう帰りが大変上機嫌だったということを付け加えておきますけれども、はい。でですね、そうそう、ラジオドラマのね紹介をしていただいたんですよね、ということで、あの見てみましたよ。はい、ありがとうございました、先週の方。はい、あれ当時だから私ね、あの伝説だけだったね、マカロニほうれん草ラジオドラマがあるよっていうのは、まあ、今聞けるんですねっていうことでね、はい、まあまあ、ネットの時代ですから、で聞いてみたんですけどね、トシちゃんが山田敏夫さんでしたという、山田康夫さんか、ごめんなさい、ルパンでしたの、びっくりしましたけどね、つかルパンにしか聞こえませんでしたけどね、トシちゃんですけどね、もうトシちゃん感激みたいな、藤子ちゃんみたいな感じでしたけど、はい、いや時代を感じましたね、すごくね。やっぱね、まあ声優、こればかりしょうがないですよね、まあ声優さんとか特にね、生ものですからね、あのすごい時代を反映してる分、でもまあすごい貴重な音源だったなと思うんですけどもね、はい。でもまあ、マカロニほうれん草は古びないなと私は思います。私だけかもしれないですけどね、はい。はい、ありがとうございました。まあそんなんが上がってました。それでですね、あとね、BS 漫画夜話っていうのが、ね、マカロニほうれん草特集をされていて、これもまた見てみました、ちゃんと。はい。あれいいですね、NHK のかな、BS でやってたのかな、そのいろんな漫画を、伝説的な漫画を取り上げて深く掘り下げていくようなね、結構興味深いあのレパートリーがいっぱいありましたけれどもね、あれが2002年の放送らしいんで、マカロニほうれん草がね取り上げられてた回が今ネットのおかげでね視聴できたんですけれどもね、はい、今から13年前の2002年放映でした。はい、ですから、当時30代にヒットするよねみたいなことをね司会者の方おっしゃってましたけれどもね、当時 30代にして今もう50代に手が届くみたいな ね、ですからちょうど私がその世代なんですよね、マカロニほうれん草がチャンピオンで連載してた時に、リアルタイムで読んでた小学生です。で同じような方で、ローリー・タラニスさんかな、ギタリスト、なんてバンドやったっけなあの人、ローリーさんね、かまいたち？スカン？ん？あ、ごめんなさい。はい、とりあえずローリーさんが、トシちゃんに対する、こう、思い入れを、なんかいろんな形にして、くれてましたんでね。はい。すごく好感が持てたんですけれどもね。はい、そうだそうだ。だから私も、先週と今週はサングラスをしてるんですよ。はい、トシちゃん感激みたいな感じで。あ、そうそう。で、ちょっと寒くなってきたら、こういう、はい、イメージで。はい、やっぱアーミーが似合いますよねっていうね、トシちゃんはね。はい、というわけで、スタジオの中にいるのにピーコートを着てみるというピーコートちゃうけどね、はい、トレン、はい、そうなんです、やっぱりね、おしゃれは気合です。コスプレも愛の表現ですということで、はい、まあ、これはコスプレのうち入らないけどね。はい、でですね、そうそう、ですごく興味深かった話があったんでね、ここで記録しておこうと思うわけですが、はい、そうそう、漫画家の江口久志先生とね、もう一人漫画家の方が、逆漫画家の方がお二人が、はい、問題が出られておりまして、その二人が鴨川つばめ先生のことを、語ってはったんですね。はい、そうなんですよ、それがすごく興味深くてですね、ですあ、そうそう、ローリーさんのお話もね、私よりもちょっと年上ですから、リアルでロックを、当時のね、ロックと言いますと、レッド・ツェッペリンだったり、クイーンだったりをね、リアルタイムで聞いてはった人のお話だったんで、そういうロックなお兄ちゃん、お姉ちゃんの
マカロニほうれん草の見方みたいなのがね、伝わってまいりまして、はい、よかったなと、すごく勉強になったなと思います。はい、ですね、はい。あとね、あと、まあ、それはファンというかね、はい、当時見ていた人の、気持ちが分かるというようなエピソードと、もう一つ作る側の鎌川つばめ先生の話がね、興味深かったのが、江口久志先生が、はい、すすめパイレーツをね、書かれていまして、まあ、後にストップひばりくんとかでブレイク、ストップひばりくんでブレイクされる漫画家さんですけれども、はい、方はやっぱり、鎌川つばめ先生はやっぱライバルだったということで、鎌川つばめ先生ともう一人と3人しか見てなかったんですみたいに言ってましたけどね。はい、やっぱギャグ漫画家同士でやっぱライバルでこう競い合ってたんですねっていうのはちょっと面白いんですけど、でやっぱりなんかね、ギャグ漫画ってのめり込みすぎるんだそうです。でなんかお二人が証言してるんだんですけど、ね、やっぱこうギャグを考えていくとなんかだんだん孤独になっていくということでね、孤高の道といいますか、はい、面白いものを追求していくとだんだんこう浮世離れしていくみたいなことで、ちょっとのめり込みすぎておかしくなってしまうようなことになるんですって、まあ、ギャグ漫画家の人って、はい、で鎌川先生も実は自分とマカロニの世界に のめり込みすぎて帰ってこれなくなったんじゃないかみたいなことを、ね、おっしゃってたんで、はい、これはね公式に伝え聞いてるお話とはまたちょっと違う証言でしたが、はい、ね、公式には、まあ、マカロニがね最後ああいう形で終わったのは、まあ、編集部とのね圧力があったり、本人は辞めたいけれども、まあ、辞めさせてくれないんでああいう非常手段に出たというのが定説になってますけれども、その辞めたいっていう理由のところが思ってたのと違ってたというかね、まあ、これ江口久志先生が直接鴨川つばめさん先生とお会いして聞いたお話だっていうことの信憑性があるかなと思うんですけれどもね、やっぱり自分のマカロニの世界に のめり込みすぎてこう誰も入ってきてほしくないというふうに思ったっていう、はい、そう、編集者もそうやし、アシスタントもそうだしみたいなね、はい、なんかそういう事態、そう聞くとなんとなくなんか納得したような気もしましてね、なんか面白いお話でしたが、ということでちょっとこれは述べとこうかなと思いまして、はい、そうなんですよ、はい、まあそんな感じでございます。はい、私もちょっと先週から頑張って読んでるんですけどもね、やっぱ20年ぶりだったんでなかなか中身が思い出せず、はい、あ、つか結構忘れてたなっていうのが、はい、もう子供の時は10代20代の時は全巻脳内再生できたんですけどね、さすがに20年も経ってるとところどころ忘れてましてね、はい、伊達兄貴が小説書いてる回ありましたね、ありました、はい、ということでございます。はい、先週そんな話をしてました。あともう一つね、面白かったのが、鎌川先生の漫画ってすごくマニアックだと私思ってたんですが、さにあらずで、実はミーハーだという、はい、ことを言われておりまして、確かに、つまりあれなんですよ、すごく先駆けていろんなファッションとかね、ロックとかをこうどんどん取り入れているんです。だからマニアックだなと子供心に思ってたんですけれども、あれはでも意外と浅いというかね、特撮にしても何にしてもこう代表的な、はい、有名どころばっかりがこう、サンプリングされてるんで、意外とマニアックじゃないと、マニアックっていうのは誰も知らないようなものをひたすら掘り起こして追求してくるみたいな、そういう人たちだっていうふうにオタキングさんがおっしゃってたんで説得力ありましたけれども、はい、ですから意外とみんなが知ってるドメジャーをと、ね、ロックといえども持ってきてるんで、むしろミーハーだろうという、はい、女子中学生並みのミーハードだろうみたいなことを言っててね、あ、確かそうなんだなと思って、つまり私自身がすごく勘違いしてたなと思いましてね、この番組もそうですけれどもね、すごくミーハーなんだなと私が履き違えてたみたいですね、どうもということを気がつきました今回。はい、あれなんですよ、マニアとミーハーは違うんだなと、私どちらかというとミーハーなんですねっていうのを知りました、この今回のことで。はい、この番組もね、
のべつくまなくいろんな話題を取り上げてますけど毎回、はい、でも本当に浅く広くなんでね、そういう意味ではやっぱこの番組はマニアックな番組ではなくてミーハーな番組ですとこれから言わないといけないですね、はい、おうっていうようなこと、やっぱり自分が好きなものを掘り下げると一つ自分のことが分かるという、事例でございました、はい、なんですよ。でもう一つまだまだお話があります、すいません、こんな話ばっかりする番組なんで申し訳ないです、はい何を恐縮してんねんじゃないですけど、で、あ、そうだ、画面を変えよう。でね、そうそう、先週足りなかった人たちを加えてきましたよということで、よいしょ、はい、おお、なんかタモリみたいになってるな俺トシちゃんってよりタモリだな、はい、ね、いやいやいや、先週書き加えたんですよ、さらに、はい、ティディーボーイズ、ティディーボーイギャング団と、誰だっけ、中島さん兄弟を足しましたということで、はい、でですね、そう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 、ですごく私あと もう一つ分かったんがね、ロックがロックな魂を感じる漫画が好きなんだなという、はい、マカロニの頃からそうだったんだなというのが思いまして、荒木裕彦さんのね、ジョジョの奇妙な冒険ってあれロックだと思うんですよ私、はい、ロッカーとか全然出てきませんけど、はい、ね、基本あまりもろロッカー、もろミュージシャンとか出てこないですけどね、キャラでね、ただご存知の方多いと思いますが、登場人物はみんなロックミュージシャンにあやかって、はい、作られてますんで、なんかそういうなんか一ふねりしたロックの世界を描いてるような、なんかなんとなくですけど、ジョジョのキャラってなんかハートがすごくロックな人たちが多いような気がするんですけどね、はい、でもそれをこうストレートにロック漫画を描かずに、ああいう形でなんかロックな魂を表現している荒木裕彦先生じゃないかなというふうに気がつきまして、はい、で鎌川燕先生もそうですね、まあ、鎌川先生はストレートにギャグ漫画だけどひたすら当時のハードロッカーをバンバン書いてましたけどもね、でもロックが好きだったらロックをやればいいんですけどね、多分彼らは漫画家なんで、漫画という自分の表現で表現のことをしたいんですよ、絵でなんか自分のロックな魂を表現してるんだなというふうにちょっと思いまして、でそう思うとですね、私最近のアニメでなぜか軽音にハマっちゃったんですが、軽音もあれロックですよねっていうことで、あ、つながってるなというふうに、はい、なるほど、軽音ロックだったから特別ハマったんだなというのを気がつきました、はい、なんかね、軽音ってそのロックとロックしてないんですけれども、ね、私この番組の特集しましたけれども、どうも監督がね、軽音の監督をされてる方がザ・フーが大好きで、で映画版とかがね、ザ・フーへの愛がこうドカーンとてんこ盛りになってるというのがこう隠れ、まあ、表には出ないんですけど裏でね、そういうのが盛り込まれてるということを発見した時にがぜん共感しましてね、はい、なんかそういうところになんかすごく共感しますね、はい、なんか、ストレートじゃないんですけど、ストレートじゃなくてなんかこうちょっと骨折してるなって自分でも思うんですけども、私もこんだけ音楽好きだったら音楽やればいいのにね、でもやっぱり絵で表現したいんですよっていう、なんかそういう骨折感が親近感を持つなみたいなことをちょこちょこと、よくわからん話ですいませんが、まあそんなことを思いながら、最近を過ごしておりました、はい。でね、結局漫画の本質っていうのは落書きだというふうに思いますっていう話を先週したんですけれども、つまり漫画の本質というのは、落書きですと、これ手塚治虫先生がおっしゃってたんですが、どういうことかというと、自分が描きたいものをストレートに描くっていうのが漫画だと、はい、それが漫画のいいところなんだよっていうことなんです。つまり、漫画の作者が自分がこう欲望に素直にストレートに描いてるわけですよ、表現してるわけです。それを聞いて、それを見て共感するってファンになるんだと思うんですね、はい、だから
まあ、ロックもそうですよね、きっとね。音楽なんかもそうだと思いますけど、やっぱり自分が好きな表現したいものを表現して、それに共感するみたいなね、そういうもの、熱いものがなければね、面白くないじゃないかっていう、面白いじゃない、そっちの方がっていう感じですね。はい。はい。取り留めのない話ばっかりしてますけれども、すいません。はい。かな、そんな感じですかね。はい。いつもこんな感じなんですが、はい。で、はい。ですね。で、この絵を、おはい、タモリでーす。やってみましょう。タッタッタラタッタッタラ。はい、でですね。マカロニほうれん草のこの絵をね、描いたんですけど、これの回数、ちょっと私なりに、何でしょう。まあ、先週も話しましたけれども、ですね、なんか今日はちょっと自信いっぱい来ちゃったんで、自信がなくなってきた、だんだん。まあまあ、ちょっと頑張ろう。ですね、ですね、頑張れ俺。まあ、マカロニほうれん草をね、79年で終わってるんですよ。そうするとですね、ロックで止まってるんですよね、時代が。これは仕方ないことなんですけれども、私の中でちょっと寂しかったものですから、少し動かしてみたんです、時代を。ですから70年代にはね、こういう、いわゆるクラブカルチャーがなかったんで、もしマカロニほうれん草がね、まあ、無事連載がずっと続いていれば、こんな金堂ちゃんとしちゃんが見れたんじゃないかなというような、はい、私の理想でございます。はい。まあ、現代じゃなくて90年代っていうのがミソですけどね。はい。これはセカンドサマーオブラブという、はい、ものを表現しておりますが、でせっかくなんで、ひたすらその脇道にそれるうちの番組らしく、セカンドサマーオブラブのお話をしたいと思いますがついてきてや。いやいや、まあまあまあ、はい。ですね、何かと言いますとですね、ですね、まあ、ロックの、ファーストサマーオブラブというのがあるんですね。で、これは60年代、正確には1967年夏にサンフランシスコのヘイト・アシュベリー周辺あたりで起きた社会現象だそうで、はい、いわゆるヒッピー革命と言われたものがあるそうですが、これがいわゆるロックの夏と、はい、結びつきまして、はい、サマーオブラブという風なムーブメントとして知られておりますが、はい、でこれがまあ、だからロックが一番幸せだった時期と被るんですよねっていう、はい、でこれが1990年代からミレニアムにかけてですけれども、もう一回そういう音楽の、若者のムーブメントが起きた時がありまして、それをこうセカンドサマーオブラブというんですが、はい、でですね、そう、セカンドサマーオブラブです。セカンドインパクトではありません。はい ただエヴァのセカンドインパクトってありましたけれども、なんかエウレカセブンっていうのにもセカンドサマーオブラブって言葉が出てくるらしいですね。今回検索したら、はい、引っかかってきたんで、へえと思ったんですけど、逆にエウレカセブンって見たことないんで興味が湧いてきましたという余談でございますが、はい。でこのセカンドサマーオブラブっていうのは何かと言いますと、ロックじゃないんですよね。ただロック自体が、前これあロック自体がね、80年代でちょっと陰りを見せた時がありましてね、だいたい、で次にそういう昔ロックをやってた魂を持ってたまあ、人たちは何をしたかっていうと、レコードを回してこう、音楽をやり始めたという、はい、いわゆるレイブというものがありまして、はい、これ野外ですね、野外フェスですけれども、まあ、コンサートじゃなくて、むしろ DJ って言われる人たちと参加者、踊る人たちが、まあ、共同作業的な手作りのイベントみたいなのを始めたわけです。で、だいたい人里離れた、郊外とかでね、倉庫をハイジャックしてみたいな、はい、やる、はい、今の野外フェスの元祖みたいな感じなんですけども、まあ、そういったものがブームになったのが1990年代、80年代後半かな、はい、主に、イギリスのマンチェスター、リバプールなんかで、はい、そういうのが火がついたそうです。で、かかってた音楽はアシッドハウスという、はい、
今はもう死後かもしれないですね。はい、なんかね、今のダンスカルチャー的な音楽がこの頃初めて生まれたんですよね。はい、でなんか新しいロックじゃない新しいスタイルの音楽が生まれた瞬間なんですけどね、その時がね。でそこから大きなムーブメントが起きまして、でイギリスから、ヨーロッパ全土に飛び火しましたということで、はい、で1990年からだいたい2000年頃にかけて、なんと毎年7月にドイツのベルリンで大規模な世界最大規模級のレイブというのが行われておりまして、これをラブパレードと言いますが、はい、有名でございます、ラブパレード。はい、私は行ったことないんですけれども、なんか私の周りの人はなんか行ったことがあるみたいな人が昔いまして、はい、噂だけは金がね聞いてたんですけどもね。まあこれはすごいです。はい、ドイツの市内で、街中が、クラブ状態になるというかね、まあクラブ以上ですよね、もうランチ系騒ぎと言いますか。はい、で街中ですけどね、街中の市内を、サウンドシステムを積んだトレーラーが、走りまして、で参加者が踊るという、で世界中から参加者が集まってきて、街中で仮装をして踊って練り歩くというパレードだそうです。なんか今でいうところの、よさこいとかのね、ああいう、スタイルを思い浮かべるといいんですが、あれの非常に派手な バージョンみたいなね。はい、まあよさこいの原型とも言えるかもしれません。はい、そういうのがありまして、ラブパレード、はい、その頃のファッションです、大体この辺りの参考にしました。はい、ということですが、はい、きっとね、鎌川燕先生もご元気であられれば最新の音楽にガッと食いついていってたんじゃないかなという、はい、ところです。捧げさせてもらいました、先生に。はい、もし興味が湧いたらね、セカンド、ラブパレードとかで検索して映像を見てもらったらいいと思うんですけれども、なんかお堅いイメージのドイツ人が、まあ、かなりおかしいなことになってます。はい、めちゃめちゃ壊れてますね。はい、いやおかしいですよっていうか、お前が言うなって感じですけどね。はい、私お前言うみたいな、はい、お前の方がよっぽど毎週壊れてんぜみたいなね。はい、おう、はい、でございますけれども、はい、でね、集団的なお祭り騒ぎがありますがね、はい、そこにはまあいろんな意味で自由な場だったそうですがね、年に一度こう性に関するすべてを解放しリラックスすると愛と平和の祭典というのが、こんなことがドイツで行われてたんです。びっくりびっくらこんですけどね、日本じゃ考えられないのかなというような、はい、つかドイツ人おかしいやろというっていうか、お前が言うなって話だね。はい、はい、いやっていうかね、まあほんまにこういうすごく馬鹿げた格好で踊り狂ってはるんですよね。はい、普段真面目なだけに手がつけられないみたいなね。はい、でもこれ見たら僕日本のコスプレとか可愛く思えてきましたよ。はい、コミケとかね、コスプレイベントとか見た時最初ヒャーって思いましたけれども、いや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 、ドイツの人たちはマシですよっていうか、日本人はむしろ羽目を外してるようでもすごく芸術的だなと、コスプレとかねですよ、皆さんすごいですよやっぱり日本人というお話でございました。はい、ちなみに、ラブパレード自身はね、2010年ぐらいかな、事故が起きまして、それ以後永久的に開催を永遠にしないというふうになったそうでございます。はい、なんか普段こういうことばっかり考えてるわけでもないんですけど、今回なんか調べ出したら面白くなってきましてね、この辺の話が好きなんで、ネットで調べ出したらいろいろなモア情報が出てきて面白いんですよね。はい、サードサマーオブラブはあるのかみたいな、そんな言葉も出てきましてね、若者文化の革命ね、ファーストセカンドがあればサードインパクトじゃなくてサードサマーオブラブもあるんじゃないかみたいなところで、なんと初音ミクがそこで登場してるんですね。なんかそんな本がありまして、初音ミクが誕生した2007年を3度目のサマーオブラブと捉えというような本が出ておりまして、はい、と言いますのはその2ファーストが67年で、でセカンドが87年と捉えると20年周期説というやつですね。サードは20年後に来るということが2007年が、初音ミクが
誕生した年だそうで、みたいなことを言ってる、定説してる方がいらっしゃったりみたいなね。やっぱ初音ミクかみたいなね。はい、やっぱ今のねカルチャーにも触れていかないとなと思ってたら、やっぱりドミオンですかねっていう、はい、ユーストリームであの DJ イベントをねあのプレイしている番組があるんですけれどもね、やっぱあれかなという、はい、ちょっと次はその辺にあのこの番組をフューチャーしたいなと思っておりますけれども、はい、そんなこと言ってると、全くキリがないのでこの辺にしときたいなと思います。はい、ででんではでは、一旦、これのお話は以上です。えい、ありがとうございました。タラッタラッタッタッタラタラッタッタラララボーンみたいな。はい、では次の、コーナーですが、すいません、もう絡みづらい番組でも本当にすいませんって感じですけれども、もうちょっと用意、1週間本気で用意してきたんで、ちょっとこのままやらせていただきます。はい、これでござる。おう、えい、映画01レニー・リーフェンシュタールということで、はい、ここからちょっと真面目にいきます。今まで不真面目だったのかって感じですけどね。いや、あの、もともとこういう番組なんですよ。ひたすら、ひたすらミーハーの話を、はい、していくという、はい、感じなんですけどもね。はい。で、今日はでも、いや、本当に真面目に伝えようと思うんで、まあ、興味があったらぜひ聞いていってください。20世紀最高の映像作家と、私が呼びたい、レニー・リーフェンシュタールさんという、方なんですけれども。はい、ですね、私が、まあ、映画監督なんですけれども、はい、最も有名なのがベルリンオリンピックの記録映画です、はい、1936年に開催されました、はい、で最初にして最高のオリンピック映画と呼ばれておりまして、まあ、戦前なんですけどもね、戦後アメリカでも、歴代映画ベスト10に選ばれるぐらい有名な、はい、名作でございますが、それを監督されたレニー・リーフェンシュタールという、ドイツ人の女性の監督なんですけれども、この方がですね、今回取り上げたい方でございますが、はい、私もマカロニほうれん草に負けず劣らず、こちらもいつか取り上げたいと思ってたネタでしたので、はい、この機会にがっつりやろうと思って今日は持ってまいりました。はい、ということで、大変地味なお話ですが、お付き合いくださればと思います。はい、大丈夫ですね、コメント等ね。はい、でですね、私20代の時に、アートディレクターに、まあ、当時デザインの仕事をしてたんですけどもね、で映像をこれからは映像の時代だみたいなことを、まあ、今も言いそうですけれども、当時何年前かな、20年以上前か、結構パソコン Mac がね、スペックが上がって、個人でもいろいろ動画がいじれるようになった頃のお話ですけれどもね、私もそんな流れに乗りまして、これから映像をみたいなことを言ってましたら、先輩の映像、アートディレクターさんね、これから映像を勉強するならレニー・リーフェンシュタールを見ておけというふうに言われました。はい、でそれで、あ、そんなにすごいんだというふうに思いましてね。でちょうどその時に、京都の、関西ドイツ文化センターというところで映画がやっておりまして、はい、でそれを見に行ってで、えらい衝撃を受けたんですね、という、はい、というのがそもそもの始まりなんです。まあそれぐらいすごい人なんですけれども、ちょうどパンフレットがまだ残ってますが、こういう、はい、これが映画ですね、レニーという、はい、ハイキューパンドラという懐かしいな。で、プログラム自体が結構いかにも京都らしいんですけど、京都らしいというか権力に服従した芸術という、はい、
なんかすごいタイトルがついてるんですけども、はい、主に、ドイツでね、ナチス政権時代に、そのいわゆる、ナチスに協力したということで、その時代に活躍した芸術家を取り上げるというようなプログラムやったんですね、はい、と日本各地の、ドイツ文化センターで行われてたんですけれどもね、はい、それぐらい、なんて言いますか、ドイツにとってタブーの人なんです、はい、まあ、まずそこがショッキングでしたけれども、はい、ただ、すごい人でね、まあ、その生き様と言いますか、はい、まあ、要するにナチスドイツ時代に、プロパガンダ映画を撮ってるんですね。プロパガンダと言いますか、つまり、政治的な映画を撮ってるんです。まあ、本人は仕事でしただけだと言ってるんですけども、それが、大変なあだになりまして、一生そのことで、浮き目を見ると言いますか、えらい目に遭ってるんですね。はい、ほとんど、映画監督として再起不能なような、状態に追い込まれながらも、それでも、戦い続けて、はい、102歳まで生きはったんですけども、はい、なんか死ぬまで戦い続けたようなすごい人なんですよねっていう、はい、そういう、この方の生き様を今日は伝えられたらなというふうに思います、はい、とりあえずお話を聞いたらすごい人だというのがわかるかなと思うんですけれども、ざざっと言いますとですね、はい、経歴がすごくてですね、ダンサー、女優、映画監督、写真家、ダイバーというプロフィールを持っています、はい、で1902年生まれで、亡くなったのが2002年なんで、ほぼ100歳、20世紀丸ごと生きました、行かれ、で彼女が、ヒトラー政権下で監督したナチ党大会の記録映画、そして有名な、オリンピアというオリンピック記録映画が、大変な、評判を呼びました、ベネチアで映画祭でも金獅子賞など連続受賞したりということで、本当に飛ぶ鳥を落とす勢いというか、ドイツの、なんかスター中のスターみたいなね、当時そんな存在だったんですが、いわゆる第二次世界大戦が終わって敗戦しました、ドイツは。でそうした時に、まあ、ナチスのプロパガンダの一翼といいますか、もうほとんど宣伝党みたいな感じで、いたがために、戦後にすごい社会的な制裁を受けまして、まあ一切その後一切映画は撮れなかったわけです、はい、ほぼ再起不能状態になったんですが、本人はもう裁判に次ぐ 裁判でも、負けずに、戦い続けまして、で普通はねそれで終わっちゃうところなんですけど、レニさんは60歳を過ぎてから奇跡のカムバックをしました、はい、なんと71歳にして、ダイビングのライセンスを取得してとかいう、はい、なんかいろんなとんでもエピソードがあります。そして100歳の時についに、はい、不屈の精神が、何でしょう、夢を実現したようなことがあって、なんか本当に感動の人生なんですけどもね、はい、まあ、運命、本当にその運命に対して戦っていくものすごいパワーというか生命力みたいなのを彼女は持ってるなということで、なんかぜひぜひ紹介したいアーティストというか、まあ、人間でありますということで、はい、まあ、そんな感じですが、まあ、よろしければお付き合いください。今日この日のために、今日このために結構がっつりイラストを、これは本気で描いてきました、墨絵を今日は、はい、ということで、よいしょ、まあ、この方の、まず人生といいますか、よいしょ、はい、どういう人生を送ったかというようなことをお話ししていきたいかなと思いますけれども、なんか知ってるつもりみたいな、今日はそんな感じの、はい、番組になりますけれども、はい、この話していいんかな、はい、ですね、まあ、すごいんですよ、レニー・リーフェンシュタールは1902年ですね、ドイツに生まれました、
で当時はあのドイツ帝国だったんですね。で第一次世界大戦が終わって、第一次世界大戦が終わって、まあ、ドイツ負けたんですよね。ですごくあの不況にあえいでて貧富の差が激しいっていうようなね、あのそういう社会状況でありました。はい。まあ、そんな中でレニが生まれたのは割と裕福な家庭だったそうで、はい、あの本人はあのなかなかそういう苦労はせずに育ったんですが、まあ、周りはね、食べるのも大変な人たちが溢れてるような街中ベルリンの街だったそうですが、はい、で消した方がいいかな、よいしょ、ですね。で10代の頃はバレリーナですね、ダンサーとして、まずダンサーとしてキャリアをスタートさせたということでです。はい。で結構あのベルリンのダンス踊り子としてあのそれなりに注目をされていたそうですね、若い時は。はい。ですが、だったのですが、まあ、怪我のために、まあ若い時なんですよね、怪我のためにあのダンス、まあ現役の、トップダンサーとしての生命を終わってしまったという、はい、ことになったそうですが、まず普通はここで挫折しちゃいそうなところですけれども、レニさんの場合は、その通院中にあの次のステップを見つけてしまうわけですが、なんと、まあ、怪我の通院中にね、地下鉄に乗ってましたら映画のポスターを見まして、でそれはですね、当時あのまだ新しいジャンルだった映画なんですが、なんせ1902年なんで、まだ映画が生まれて間もない頃、間もないってこともないかな、まだまだ新しいメディアだった頃なんですが、でその時に、山岳映画という、山奥で、高いアルプスとかの高い山に登って映画を撮るというようなジャンルの、映画がありまして、それを、レニさんが見た時に、これは私の進むべきはここだっていうふうになんか直感したらしくて、その映画のポスターを見て、でそこからあの手紙を書いて直接監督に会いに行くみたいな、スイスまで飛んでいったそうで、はい、行動力がすごいですけどね。で会ったドカドカドカッと言って、あなた、よろしく、私がこれからあなたの映画のヒロインになるわみたいなことをあの挨拶がてら言ったという、でこの人は頭がおかしいんじゃないかっていうふうに最初思われてたという、そんなエピソードがありまして、はい、すごいですね、漫画みたいな人ですよね。はい。でもまあ実力があったもんですから、その映画監督アーノルド・ファンクさんというあの山岳映画の第一人者の方に認められまして、早速本当に次の次回作のヒロインとして迎えられたそうです。はい。でまあすごくあのまあ、バレエダンサーとしても成功してた人ですからね、美貌もあり、踊れる、はい、花があったということもあるんでしょうけれども、でそれ以上になんか普通の人が、普通の女優さんではできないようなことができるという、はい、すごい体力があり、あった人 で、で女優さん時代ですね、山岳映画っていうのは本当にアルプスとかの高い山に行って、で雪崩にあったりとか、はい、雪に埋もれたりとかするような体力勝負の映画らしいんですけども、はい、スタンド、当時だからまだ映画がそんなスタンドとかの発想もなかったんで、俳優さんがそのままやってるという。でレニさんの場合はいわゆる今でいう、何でしょう、ハンドクライミングでしたっけ、岩山を素手で登るというやつですね。はい。岩山を、素足で登ってるんですね。映像が残ってますけれども、こんなこと本気命綱なしでやってたという、はい、ロッククライミングか、はい、で女だてらにそういうことができる人は他にいなかったということで、すごい人だみたいなことになったそうです、はい、で美しくて強くてたくましいみたいなね、はい、そういうハードな男の人でも根を上げるようなハードな、映画でも、まあ、ヒロインとしてバリバリこなせるみたいな、はい、すごい体力のある人でだったそうです。はい。この辺のね、私は映画を見てるんですけれども、詳しいことはこの、レニという、レニさんの、ドキュメンタリー映画ですね、これは僕が見たのが1980年90年ぐらいかな、だからその頃にこれ封切られてるんで、まあ半生が
これを見ると詳しくわかるんで、はい、こんな映画がありますが面白いんですよ。でですね、でそこで細かくやってると本当に過酷なんですけれども、ものすごい意志が強い人で、はい、どんな悪条件でも必ずこなしてしまうみたいなね、方でございました、だったそうです。はい、でこのこれで一躍ね、当時は映画っていうのは今よりももっともっと花形ですからね。だから映画スターっていうのは本当に、国民的スターみたいなね、はい、そういう、人になりました。はい、だから結構華やかだったそうですね、この最初の頃、女優時代は。はい、で有名な、ドイツで当時活躍してた有名な、女優さんというと、あの人ですね、マレーネ・デートリヒですね。マレーネ・デートリヒさんと同期というか、はい、らしいです。嘆きの天使ですね。はい、ちょっと古い、話題が古すぎて恐縮ですけれども、知ってる人は知ってるかな。結構かっこいい、女優さんですけれどもね。はい、で当時はあと、なんとかな、嘆きの天使、ドイツ映画黄金期なのかな、この頃が。嘆きの天使と、あとメトロポリスっていう、あのロボットを取り扱った、なんか初めての SF 映画みたいなね、世界初の SF 映画だったのかな、はい、というのが作られという、はい、ドイツの ATG なんていうかな、まあ、ドイツ映画黄金期にレニもいたという女優さんとして、はい、で、クイーンはマレーネ・デートリヒさんでしたが、はい、マレーネさんは、後にアメリカに渡ります。はい、でこのもう一人ね、映画監督と一緒に、当時ね、いよいよ、ナチスが、政権を取るようになってまいりまして、でマレーネ・デートリヒさんは、まあ、超もうドイツでも超有名人だったんですけれども、まあ、やっぱヒトラーは嫌いだということでアメリカに亡命しまして、はい、でということ結構これ有名な話ですけれども、でレニの方はドイツに残って、亡命しなかった、ドイツに残ってむしろヒトラーのために映画を撮るようになりました。なんかここは運命の分かれ道だったようですね。はい、というわけで、花々しい女優さんとして有名だった、はい、レニさんですが、それに目をつけた人物がいたわけですが、当時、まあ、ドイツも大変な社会不況でありまして、もう本当に国が立ち行かないような状態になってたところに、この国を救うべくみたいな人物が現れるわけですが、それが、ナチス党という政党 でそこの、そこの、ね、党首といいますか、代表がアドルフ・ヒトラーという人物がいるんですけれども、有名なこの人がレニに目をつけたということで、はい、この美しくて素晴らしい女優さんだということで、この話はもうちょっと後かな。その前に一つ、レニさんは、なんかね、映画監督にその後なっていくわけです、はい、で女優さんとしてずっと華々しく活躍してたんですけれども、どうも映画自身になんか興味が湧いてきたということで、珍しいですけどね、女優として成功してたのに、どうも自分は映画が好きみたいだ、映画を作るのが好きみたいだということで、なんか映画監督の才能があったそうで、ということで自分で主演して、自分で主演して自分で撮影もして、っていう脚本も書いてっていう、そういう映画を作るんですね。で「青の光」という、はい、結構今見ても美しい映像ですごくいい感じなんですけどもね、高い山奥に、自然寺が、まあ、レニ本人が演じる女性がいるんですけれども、主人公ヒロインなんですけれども、まあ、純粋なヒロインでね、で山の奥地にある水晶に魅せられてみたいな、で水晶に魅せられた女は魔女だというふうに言って、村の人たちからはこう意味嫌われみたいなね、なかなかね、話だけ聞いたらすごいいい感じでしょ。はい、そうなんですよ。はい、こういう
映像を、こういう映画を自分で初めて撮ったりしてるんですね。で、師匠のアーノルド・ファンク監督について、映画の撮り方とか映像の作り方みたいなのをもう現場で学んでということなんですごいですけどね。はい。ただすごく才能が本当にあったみたいで、ほんま手ほどきをちょっと受けただけで、あとは自分で、どん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 映画をコツをつかんだ、自分でどんどん自分のアイデアで撮るようになってみたいなことで、そこから才能が爆発していくようなんですけれども、こんなレニさんの目をつけた、はい、人がそのアドルフ・ヒトラーで、はい、で私のために映画を撮ってくれないかみたいな感じで依頼をしたそうです。はい、それが、大変、悪名高いというか、後にレニさんを苦しめることにレニを苦しめることになる、はい、映画でございました。これはですね、どれかな、いわゆる党の記録映画ってやつですね。はい、まあ、政治的な映画ですけれども、はい、信念の勝利、そして、意志の勝利っていうですね。はい、これはナチスドイツの、ナチスドイツじゃなくてまだ政権を取ったばっかりなので、まあ、党ですね、党のプロパガンダ映画というのを、はい、でレニさんは、まあ、当時有名人で、はい、まあ、美しくてで才能がある映画監督だったということで、まあ、ヒトラーが、そこにすごく注目して、映画を撮らせたと言われてるんですけど、本人はもう断れなかったというふうに言ってるんですけれども、この映画を撮ったばっかりに、まあ、大変なことになってしまったんですよ、後ほどに。はい、でもこの映画自体はなんかすごく、素晴らしいというふうに評価されてまして、その映像で映ってる内容はあまりにもねあれですからあれなんですけれども、映像的なことに関してはすごく、素晴らしいというふうに評価がされてまして、はい、なんて言いますかね、まあ、見たらわかるんですけど、ものすごい当時の構成主義っていうんですね、はい、まあ、ロシア構成主義って当時そういう、モダニズムが全盛の時代ですので、まあ、写真とか映像に関しても独特のこう極端なこうクローズアップを使ったり、こういろんな、表現をね、革新的な表現をいろんな実験がされていた頃のものなので、その時の傑作と言われているような一つの映画だそうですが、まあ、レニのスタイルがここでできたとも言われています。はい、ちょっと私の説明ではなかなか、難しいですが、何でしたっけね、ミック・ジャガーでしたっけが、結構レニさんの映像が大好きで PV とかを作るのはすごく参考にしたというような話があります。はい、でここからですね、ドイツはナチスドイツの時代になっていくわけですが、でただ今でこそねナチスドイツはもう許すべからず悪ですが、当時は 90% の国民が、ね、ヒトラーとナチスドイツに心から心酔していたわけですから、決して悪ではなかったわけです当時は。はい、だからそんな中で、レニは、まあ、仕事として、はい、まあ、すごくいいスポンサーに恵まれてたというふうに捉え方をしていたようですが、はい、で、まあ、そんな中で、ドイツでベルリンオリンピックというのが開かれまして、これは、まあ、いわゆるオリンピックですね、全国で起きている、全世界で毎年4年に1回行われている、あれですね、オリンピックですけれども、これの記録映像映画というのを、はい、今はあまり聞いたことないですけどね、オリンピックはもうテレビ中継するような時代ですからね、なんか 今みたいにテレビ中継がなかったとかいうのがなかった時代は、そのオリンピックとかの記録映画を撮って映画館で上映するみたいなね、はい、いろんなところで上映されているものを見てみんなで感動するっていうような、共有感動を共有するっていうのがスタイルだったようです。はい、そうですよね、だいたい60年代ですもん、衛星中継とか、本当に衛星中継とかできるようになったのが確かビートルズの時代なんでね、それ以前はやっぱり映画記録映画を映画館で見るみたいなのが精一杯だったと思いますね。はい、でそのベルリンオリンピック
ク、これはですね、確か、オリンピック委員会からの依頼で来たんですけれども、まあ、ドイツで行うということで、当時の、まあ、ナチスドイツの、ね、政権 の、 あの特に宣伝省のゲッペルスという人物がいるんですが、このゲッペルスがさんの後押しがありまして、あのレニは、本当に無制限にあの資金は心配なく好きなことをとことん追求できたという、なんか夢のような、はい、状態だったようです。はい、ですね。ですから、まあ本当にあのレディがあの自分がアイデアでやりたいことっていうのを全て試せるという、あの資金とかね、まあ、何も問題なくということで、でそのオリンピックを記録映画を撮るということに関して、関してもう徹底的にやると、で誰もやったことがないことをみんなで考えてやるって、まだこういうこの時代はそんな時代でしたからね、まだ、記録映画とかの、スタイルをこの映画で作ったと言われております。みんなこの人のとスタッフの、アイデアだったようですけどもね。はい、だからほとんど誰からも学ばずにこういうことを、はい、やってしまえたということで、本当に天才だったんだろうなというような、はい、気がいたしますが、はい、でこれ映像、またもしあの映像のことをね勉強したいというような思う人がいれば見てみてください。なかなかあの今見ても、まあ、モノクロ映画ですけどね、かっこいいんですよ、すごく。はい、私もだいぶあの勉強になりました、本当に映像を作るということで、はい、まあ、編集とかね、あとどういう風な画角で、切り取ると か、まあ、かっこよく見えるというか、意図が伝わるかとかね、なんかそういうことがすごく、勉強になってるようなものですし、多分たくさんの人がここから、映像の撮り方とか作り方を勉強している教科書のような映画だと思われます。はい、でここまでは良かったんですけれども、ただ、こういう、ナチスドイツ政権時代に、大掛かりなことを、はい、まあ、やってしまったんで、本当に、ナチスドイツのレニみたいなイメージが国民というか、まあ、世界中に印象付けられていてしまったのが問題だったということですね。はい、でその後ですが、でこのオリンピアは、本当にフランスでもアメリカでも絶賛されましたので、本当にあの、政治とかには関係なく名作だったことは間違いないんですが、ただこの後ベルリンオリンピックが終わってすぐ後ぐらいに、あのドイツがいよいよ戦争を始めまして、ポーランド侵攻ですね、それからフランスパリ入城と、その後、西部戦線で、ドイツを攻め、ドイツじゃないわ、ロシアを攻めみたいな、そこから泥沼の第二次世界大戦が始まっていくわけで、まあ日本も、無関係ではないですけれどもね、この時代は。はい、まあそんな、ことで世界が再び戦火にまみれていくわけですが、でその中ですね、あら、とんでもないとか、お、あ、抜けてる、あ、そうか、いいんかいいんか、あ、失礼しました、なんですけれども、そんな中ですね、まあ、まあ戦争が激しくなってくる中ですね、まあ、レニさんは何をしてたかというと、もう戦あの政治に使われるのはコリゴリだからということで、スイスの方に、引っ込みまして、で自分の、映画の撮影に、まあ、ほとんど、田舎に引きこもって映画を撮っていたということらしいんですけれども、はい、ですからその辺の態度が後ほどいろんな批判にさらされるようになったということらしいです。はい、まあ難しいですよね。でもこの時にレニさんは本当に人生の運を使い果たしてしまったのかなっていうぐらい、まあいい目を見てますよね。本当に、うん、まあ、まあね、歴史に残るぐらいの映画を作られたわけですからね。はい、ただ戦後は散々だったそうです。はい、ナチスドイツの、まあ、敗戦とともにあの様々な犯罪ですね、アウシュビッツなどの犯罪が暴かれ、でそこから、まあ、ナチの協力者だというふうに、印象がどうしてもありますから、ナチも逮捕されまして戦後、
ね、敗戦とともに逮捕されまして裁判にかけられます、はい。で、いろいろな、まあ、公平な裁判の結果、まあ、党員ではなかったと、まあ、同調者ですが、政治責任は問われないというふうな判決が出たそうですが、ですので職業停止処分にはならなかったということで、まあまあ、情状酌量の余地みたいなありみたいな感じのだったんですが、実質的に映画が撮れなくなってしまいます。この後もう延々と、裁判という戦後はだそうで、はい、っていうのはもう国民の、怒りというか恨みがこの人に全部じゃないですけどやっぱり乗っかかってしまったようなところがあったようで、まあ、映画監督としてはもうほぼ再起不能というような状態になってしまいました。映画を撮ろうとしても誰も協力してくれないようなね、国内では、はい、というような、不遇の時代を、戦後は示しております。それでも本当に辛かったようですね、うん、何をしてもとにかく批判されるという、はい、というような、でこれが大体若い時ですから、ね、20代とかの華々しい時です。あとその後ずっと死んだような人生を歩んでたわけですが、その後、60歳になってからカムバックするんですね、おおよそすごいですね。そこでカムバックできるかっていう感じなんですけれども、はい、アフリカの奥地、なんとアフリカに行くというひょえっていう60歳で、でなんか映画を撮るのは執念だったようで諦めてなかったんですね。ですからなんか、アフリカをテーマにした映画を撮ろうとして、アフリカの奥地に探検に行ったそうですが、でそこでなんかえらい事故に遭いまして、はい、もう瀕死の重傷を負うと、60歳でアフリカで瀕死の重傷を負ったのです。飛行機事故かなんかでね、はい、ですがまあ一命を取り留めて、で現地で、なんか入院してる時に、ヌバという、現地の、何でしょう、アフリカの、まあ、未開人ですねと出会うと、はい、でなんかそこにまたレニさんバシッと惹かれまして、うん、なんか写真を見たらしいんですけどもね、未開人ですね、体が、こう、ちょっと書いてますけれども、はい、もうやっぱ当時まだまだね、今みたいに世界がつながってなかったので、アフリカとかでも本当に未開の地に行くと、原始生活をしている部族の人たちがまだまだいたということで、でそういう人たちにの姿を見てレニはなんかすごくインスピレーションを感じたということで、これだということで60歳にしてアフリカに一人旅立ちみたいな、はい、奥地まで一人で旅をするという、で原住民、何でしょう、ヌバの原村に、何ヶ月も滞在してみたいなね、でそこで生活を共にして、はい、映像を撮ってたそうです。映像と写真をですね、はい、だからものすごい風変わりなおばあちゃんがやってきたぞみたいな、白人のね、文明国からつって、はい、いう感じですけどもね。でもまあ現地の人たちは気が良かったんで受け入れてくれたみたいなんですけれども、それにしても60歳ですよ、はい、おばあちゃんですけれども、それで一人での原始生活を共にしてたというね、え、なんかタフな人だなと思うんですけれども、それだけでもね。でこのでそれでですね、ヌバという写真集をその、アフリカの原住民のヌバという人たちの、撮った写真集というのを日本のパルコ出版から出てたんですね。私も当時見たことありまして、なんか衝撃を受けましたけれども、なんかすごかったですね、インパクトが、はい。そういう、まあ、映画ではなくて写真集でカムバックしました。というのは映画も撮ってたんですが、その映画が作れなかったんです。やっぱりなんか現像に出したら謎の事故で現像失敗したみたいな、はい、誰かの陰謀なんじゃないかなってね思いますけれども、はい、まあ、そんなこともあり、映画は
作られることはなかったんですが、まあ、一応ヌバで、何でしょう、奇跡のカムバックということで、はい、再びレディの名前が、はい、注目されるんですが、注目されるとやっぱりドイツの一部の人たちから叩かれるわけですね。絶対に表舞台に上げてやるものかっていう人たちがたくさんいたわけです、はい、でそんな中で、今度は71歳にしてダイビングのライセンスを取得すると。で今度はなんか海の中の生物に興味がいったよう で、で71歳で本当はダイビングは取れない、ライセンスは取れないらしいんですけども、20歳若く偽って取ったというむちゃくちゃな人ですね、はい、つか70歳で海潜るかと思うんですけどね、はい、でその時に、40歳年下のパートナーという、はい、ホルストさんかな、なんか新しい若い恋人がホルストさんかな、という、パートナーと共に、現役のダイバーとして海に潜り続けて海の中の映像を撮り続けたという、まあ、こんなおばあちゃんに当時もうなってたそうですけれども、この映像が残ってるんですけどね、はい、すごいんですよ、はい、まあでもう70からで20年30年90歳を過ぎてもやっぱり海に潜ってこう海の映像を撮ってたと。でこの時はあのその年下のパートナーがねカメラマンなので、はい、彼がまあサポートしてくれてまあ映像を撮りためていたという、はい、でそういう活動をして90歳を過ぎてでですね、で その頃にちょうどこのちょうどこの映画が封切られてまして、私はそれで見たんですけどもね、はい、そのまでのお話がここに載ってまして、はい、まあすごい人がいるもんだなというふうに本気で思いましたね、はい、この人はこの後をね本当に最後になんかね許されてもう一度映画が撮れたらいいなというふうに思ってたんですけどもね、でと思ってた時が20年ぐらい前だったんですけれども、その後の後日談がありまして、なんと100歳の時、100歳、はい、2002年ですね、1902年生まれなので2002年の100歳の時についに、映画が撮れましたと。実に40年ぶり、ん？もっとかな、はい、もうそのオリンピア以来の、はい、映画がついに封切られましたということで、この、深海の世界を撮った映画ワンダーアンダーウォーターというのを、ついに公開することができたということです。はい、だから100歳の記念だったというか、もうこれは何か本当にお許しが出たのかなというような奇跡なんだかなと思うんですけども、よかったねっていう感じです、本当に。はい、うん、ねえ、なんか一生映画は撮りたくても撮れないっていうような状況においても諦めることなく、はい、撮り続けてついに100歳でその何でしょう、その夢を本当に実現させたという、もう困難な夢をね、はい、というなんかすごい人だなと本当に思いました。はい、いやこの生命力はねどっから出てくるんだろうっていう、まあ、こんな人がいるんだよっていうことを知るだけでもなんか私はなんか生きる希望が湧いてきます。はい、おっとっとっと終わりか、はい、で、2003年、まあね、100歳で映画を完成させた後、次の年2003年に満101歳で、ドイツで、亡くなられました。で亡くなる直前にこの40歳年下のパートナーと結婚されるそうで、はい、それもまたすごい話ですけどね、はい、まあすごい人生でした。はい、まあ亡くなったのも病気とかじゃなくて本当に老衰みたいな、本当にやることを終えて亡くなったというようなことらしいでございます。はい、まあこういう、まあすごい人ですね。
すごいでしょ、すごい人でしょ。長いお話でしたけれどもありがとうございました。はい、もう一つね、ちょっと、この方の生涯の紹介だけで今日終わってしまいました。あとね、あとこういう、まあいわゆる政治的なことに加担した、芸術家のお話とかね、という重い重いテーマが実はこの方を語るには外せないところなんですが、ちょっともうそれを語るのもさすがにこの番組的には無理かなという気はしますので、これぐらいにしておきますが、とりあえずこんな方がいたんだよということをお伝えしたかったので今日の特集でございました。はいありがとうございます。はい、はい、ということです。はい、ではあと8分ございますので、乾さんに登場願いましょうかしら。あ、間違えた。お願いします、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 お願いします。セルフで、セルフで、マイク、これマイク、これしてるんですか。わざわざまたの間もくぐらなくてもいいじゃないですか。はい、お待たせしました。ことこといに行くんです。はいはい、よいしょ。さて私が呼ばれたということは何の話するんやろな。はい、いや、まあまあ、どうですか最近は。つか今日はちょっと大変、また巻き込んじゃいまして大変でしたけれどもね。結構ハードでしたよね。ハードでしたね、はい、なんか、ね、終わったという息切れしてしまった、はい、ね、本当にね、いやいや、私ちょっと筋肉痛ですよ、すでに。いやいや、すでに筋肉痛でございますね。ね、はい、本当にあんなハードって思わなかったね。え、いやいやいや、でももうちょっとまた次回は面白いものをやりたいですね。そうよね、なんか、はい、なんか YouTube にアップできて、ガッと集まるような発展系みたいな、ねえ、
はい、そうなんですね。あれを発展させて、発展させてね、うん、もっとクオリティの高いものにしていかないですね。お、本気ですか？本気ですか？本気、本気、はい、うん、なんかね、今回は私がちょっと映像で遊びたかったもんですから、作り込みすぎてなんか、そう、だから結局この、はい、ね、はい、この場で合わせるっていうことを考えたらもうちょっとシンプルでもよかったんですね。そうですよね、そうなんですよ、ね、まあそれは思ってたんですけど、なんかね止められなくてやりたいことが、よくある話ですね、それはね。まあね、ね、はい、あるんですよ、やっぱりね、ものをね、うん、作る人間ですか。はい。さて、これでござる。はい、はい、やっぱり私が出てきたんで、はい、やっぱりこの話これですが、はい、この話、いや、まあ、とりあえず毎週偉いでしょ、毎週ネタ作ってきてるんから、ひしまがある、はい、ねえ、はい、ね、さっきもちょろっとね、はい、だけどなんか可愛くなったでしょ、めっちゃ可愛いね。なんかあ、マジで本当に二頭身二頭身、二頭身強いな、私二頭身いいな、うん、いや、こういうの、こういうタイプの初めて描いたんですけど、やっぱうん、いいですね、子供に受けそう、すごく、そう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 、お子さんに人気が出そう、なんかね、あ、なかなかいい ね、なんか実写じゃなくてこのままでいいような気もせんでもなくて、ね、実写じゃなくて、まあ、これはね、まあ、キャラクターなんで、イメージキャラクターと、そうそうそう、実際の人、実際の、ねね、歌手とこう、ね、並行してみたいなね、なんかね、はい、いろいろなんか遊べるかもしれないですね、ね、うんうん、で次の画像が、あ、これはあのなんかあれです、なんか獅子が踏まれてる、はい、いや、こけてるんです、こけてるんだ、ちょっとドジッコ属性っていうんですかね、あ、はい、そういうのに、あ、なんかそういうのに、ね、なんとなくこういうキャラになってしまいました、この人。いや、でもいいと思うんですよ、この人、はい、はい、2人組で ね、はい、こけて、はい、わーって感じ、そうです、そうです、うん、ドジッコなんですよ、はい、なかなか ね、いや、優秀だね、はい、マジマジマジ、というかかっこいい路線からどんどんこう外れていってるんですけどね、そうそうそう、なんかかわいい路線でなっちゃってる、はい、いや、これはでも遊びですからね、うん、はい、うん、いいね、でも、はい、本ちゃんとはまた違いますからね、ね、ね、まあ、というかこの番組の、何でしょう、うん、ネタと言いますか、ネタと、ネタ、はい、ネタなんで、うん、はい、私も書いてて楽しいです、うん、はい、でもね、獅子舞っていうか、そのこういうでも路線でっていうのも結構斬新よね、自分で言うのもないけど。お、自分で言うな、なって、自分で言うな、自分で言うなっちゃうな、うん、なかなか斬新やね、うん、はい、どうなんすか、うん、私はテーマ曲の方をお待ちしておりますよ、ね、ってことで、うん、頑張って作ってくるわ、はい、ね、ね、ね、なんかあの鉢巻き描くのが難しくてね、鉢巻きね、なんかリボンみたいになっちゃったのにしました、ね、調べたらね、やっぱね、うん、私が描くとバカボンのパパになるんですよ。感覚が古いせいな、バカボンパパ、うん、鉢巻き普通に描いたらバカボンパパになって、だから女の子よ、いろいろ女の子じゃないですか、はい、女の子って大体鉢巻きするときって、うん、確かこの後ろからこう、あ、結び目が後ろですか？いや、結び目は前でいいんだよね。前でいいの？うん。うん、ああ、下から上げるってこと？上の方じゃなくて、もっとこう。あの、付け根の方ってことね。うん、ああ、そうか。うん、上でちょんと巻いてるスタイルが、なんかバカボンパパなんですね、すでに。そうそうそう。ああ、なるほどね。この辺やな。そういうところを修正していくね。だから、クッて言って、要はあの、バンダナとかもね。うん、ああ、そうや。あ、そうなんかバンダナ流行ってるね、あれね。あ、そうやね、そうやね。うん、はいはいはい、そうやな、それちょっとしたことないから違うねんな、そうそう、全然な、あのバンダナの結び方っていうの、はい、結構いろいろ何通りもあるんで、はい、うん、多分あれ見てみたら多分分かる、はい、うん、なるほどね、うん、はい、うん、ですね、はい、まあまあ今日はそんな感じでございました、はい、また来週、はい、来週こそはあのそうですね、ちゃんと獅子舞のあのあれを聞きましょう、あのメイクバージョン、メイクバージョン、獅子舞の、はい、でまあ、ちゃんと伝統的な話もね、うん、やっぱりいろいろ話していかなきゃいけないよね。お願いします。そうですよね、はい、ね、はい、はい、でも結構本当にアジア圏、アジア全体にね、各地方に獅子舞って、はい、うん、
その地域のね、はい、なんかその獅子舞みたいな、うん、あるんで、はい、ね、ね、その獅子舞文化、いろいろ調べてみても面白いかなと。はい、はい、私はとりあえず絵を描くのが今一生懸命なんで、はい、絵を描くの楽しい、楽しいですね。まあだからやってるのもんですけどね。はい、なかなかねやっぱ機会がないとこういう絵って描かないんでね。まあ自分でそういう機会を作ってると言えばそうなんですけどね。はい、ありがとうございます。ではもうあと1分ぐらいなんでこのまま終わりたいと思いますが、うんうん、はい、今日びっくりしましたね、本当に。何なんでしょうね、なんでこれ 154? 、うん、ビビりました私マジで。すごいっすよね。いやちょっと初見ですっていう本当に今日初めて、うん、はい、初めていっぱい聞いてもらった方がいるにもかかわらずこんな絡みにくい話題をや用意してたんのがこんな絡みにくい話題だったんで、ね、本当申し訳ないなというか、うん、そういうのもありながら、まあ、はい、ということで、はい、ちょっと終わりますね。次回、来週はですが、はい、来週ですが、はい、中川岳さんを再びお招きしたいと思います。はい、イラストレーター、ね、中川岳さんです、はい。来週ゲストでございます。よろしくお願いします。ね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、来週は真面目にいきます。はい、おふざけ禁止で、まあ真面目ね、私、はい、すいません。はい、でも、まあ、来週も楽しいと思います。ですね。はい。はい、ではでは。はい、じゃあこれで終わりますね。はい、はい、ニコニコに生放送の皆さん今日はたくさんありがとうございました。はい、はい、また一緒に遊びましょう。それではさよなら、バイニー、また来週、また来週。はい、ということで、じゃあユーストリーム終わりましょう。はい、ね、はい、ではでは、はい、ユーストリームの方もこれで消えます。はい、ではさようなら、バイニー、バイバイ。で、ね、これで音をフェードアウトします。ウィ、さようなら、さようなら、さようなら。